中に入れ、クソ犬。急いでんだ。ったく、さっさとここから離れねえと連中に見つかる。俺の即席トラップ。爆弾なんとかしないと。時計の針が6から7になったから、残り7分。とにかく急げ。ボフ、すれば父助かる。テレビだと赤い線か青い線選ぶやつやれば止まってた。ガガーン、全部黒い線。でも父死んじゃったらアーニャも平和も大ピンチ。なんだあれ、血文字。学生一人に遅れは取れんぞ。父、アーニャのダイイングメッセージ気づいた。死ない、やった。アーニャたち、未来救った。嫌な予感だ。やはりトラップだ。おそらく扉を開けると起爆する。じゃあこれはナスじゃなく爆弾だったのか。詮索してる時間はなさそうです。保安局の連中が嗅ぎつけてきた。